さてさてさて、一体どれが本物だ？私です。信じてください。何でもしますから。よし、なら今から全員俺の言う通りに動くんだぞ。返事は？はい。それじゃ、右手をピンと上げて、左手は頬、恥じらいの顔で俺の名を呼ぶ。メリオダス様。ほう、そうか。真面目に攻めしろ。よし、じゃあ最後思いっきりジャンプしろ。ジャンプ。ごめんなさい、無理です。すげー、いたずら公認のハイドアンドシーク。森の怪物の正体はあいつらだったか。おうぞ。あいつらが逃げる先に何かいるはずだ。あれ女の子。おいおい、まさかあいつらあの子を襲う気じゃないだろうな。あんな小さな子を襲うなんて。そうだぜ、あんな小さな小さな小さな。
俺様の実力はとうに実戒など超えておるわ。楽しませてもらったぞ。エリザベスは聖騎士どもの暴走を止めるために七つの大罪を探して旅をしてるんだよ。そうだったんだ。僕ってばついうっかり早とちりしちゃってごめんなさい。とにかく俺はエリザベスと一緒に七つの大罪を集める。知りたいこともあるしな。うん、分かったよ。なら僕も行く。この嫉妬の罪、サーペントシーンのディアンヌ、力を貸せよ。おかしいよ。この森には動物はほとんどいないはずなのに。ポポ、雨雲の匂い。あ、見ろ、これは雷くん。なんだこれ。団長、体がしびれて動かねえ。お前はようやく会えたな、七つの大罪。の重大お前に耐えられるか。
俺様の実力はとうに十回など超えておるわ。少しは楽しませてもらった。さらば。またな。またなって言ったんだ。話せ。ピリピリする男は女の子にモテないって僕が昔教えたろ。サンキュー、ディアンヌ。おー、こらー。さっきはよくもやってくれやがったな、この豚野郎が。今度は俺のターンだぜ。お二人ともご無事ですか？ああ。ほら、豚野郎は。豚はお前だろ。いい匂い。メリオダス様、そのキスは。ああ、大したことねえって。あんまり団長にベタベタしないでよ。団長のそばにいるのは僕の役目なんだからね。手当てするなら僕がやる。俺だってあいつにケツ思いっきり蹴られたんだぜ。ホークちゃん、後でお尻のお肉冷やしましょう。おー、心配してくれるのはエリザベスちゃんだけだ。Thank you.